じゃこんにちは、ゆたかさん。はい、はい、日曜日です。うん、はい、また3連戦終わりまして、ね、はい、ちょっと振り返りを、はい、まあ今回からはいろいろ試行錯誤してて、はい、まあ振り返るだけじゃなくて、最後には次の3連戦、はい、まあどうなっていくだろうっていう予想もね、うん、ちょっと立てていきたいというふうに、はい、まあ、考えてます。はい、はい、そしたらまず振り返りをしていきましょう。はい、はい、ではまず巨人対広島、はい、はい、2対1、3対6、8対9で巨人1勝2敗です。はい、まず巨人の方から話すと、はい、やっぱ菅野が投げるとやっぱり野球が締まって、うん、手も取られないなっていう印象あるんだけど、はい、やっぱ戸郷今村が投げた時にやっぱ失点を多く重ねるなっていう、まあ、戸郷はなんかちょっと自信をなくしてんのかなっていうのと、うん、まあ、今村も調子が良かったんだけどここに来てちょっと下降気味だなという、うん、で、まあ、中継ぎ陣も、まあ、失点を重ねるということで、まあ、巨人にとっては非常に辛い3連戦だったかなっていう、はい、そうすると、まあ、8対9という最後の試合ね、はい、まあ、これ8回に6点差を一気に追いつくんだけど、はい、ここは見事だったんだよ。うん、もう攻撃がもう早打ち早打ちっていうかさ、ストライクをどんどん打ちに行って、まあ、一気に6点差を追いついたんだけど、はい、なおもランナーサード中島を置いて松原がピッチャーの頭の上にポーンって高い打球を打ったのね、はい、これが内野安打だったら1点勝ち越してたんだけど、松原のヘッドスライディングがこれリクエストになったんだけどさ、右手が速いんだよね、でも右手ではベースタッチしてないのよ、左手が伸びてないんだ。でもう100分の何秒差、タッチの差で、まあ、リクエストでアウトになったんだけどさ、はい、これが内野安打になってればこれが2勝1敗になってる可能性があったよね。だから非常にジャイアンツにとってはもったいないというか、ちょっと不安な3連戦だったかな。広島の方は、まあ、栗はやっぱ安定してるね、はい、まあ、菅野と投げ合って負けたんだけどさ、で高橋光也1031日ぶりに勝ったという、はい、まあ、感動的なね勝利もあったし、で野村が勝てなかったんだけども、うん、中村奨成が代打出てきてノーアウトから9回にでツーベースを打ってバントで送り、はい、菊池の犠牲フライで勝ち越したという、はい、だから広島はすごくバッティングの状態も上がってきてるし、うん、まあ、今後面白いことになってくるかなっていうふうに思う3連戦だったね、うん、なるほど、はい、はい、では次のカード、はいはい、阪神対 DeNA、はいはい、1対7、うん、13対1、7対5、うん、阪神の2勝1敗、うん、はい、これ佐藤のエラーから始まってんだよね、これ3連戦の頭が、ね、まあ、満塁からね一走のトンネルして、はい、やっぱこうルーキーには厳しい仕打ちかなと思ったら、うん、はい、次の日から打ちまくってんだよね。そうですね、あ、だからすごいその精神状態というかさ、ああいうエラーをして負けにつながったって考えるとさ、波の新人だったらもうへこむんだけどさ、うん、へこまないで次の日に打つで今日はホームランを打つみたいな、まあその活躍、その肝の座り方はもう見事だったよね、はい、エラーをした後っていうのはやっぱ表情を見てても少し怖がっていて、ちょっと落ち込んでたよな。そうですね、なんかちょっといつもとは違う様子、やっぱりそうだなと思ってたんですけど、やっぱ次の試合から全然変わったね。そうですよね、まあ、怪我の巧妙というかさ、はい、やっぱ素晴らしい選手だなっていうのを感じたよね、はい、それとサンズが決勝ツーラン、今日でもね、はい、やっぱまあ活躍してくれる役者が打つと、うん、やっぱ阪神は勝つなっていうふうに思ったのと、はい、まあ、藤浪が抹消されたよね。そうですね、あ、まあフォアボールが多い、6四球1デッドボール、うん、まあちょっと制球なんで、まあ自分自身が苦しいだろうから、まあ一回こうリフレッシュということでね、はい、落とされたけども、阪神はやっぱ順調かなっていうふうに思うよね、うん、一方 DeNA は連敗を止めた1戦目、はい、勢い乗ってくるかなと思ったら柴田が故障、左肩だっけ、脱臼したよね、はい、あの時にベンチから誰も行かないんだよね。うん、で担架で運ばれるような大怪我をしてるんだったら、やっぱ選手ってさ、兵ってすごく大事なんだよね。で昔の話をするとさ、昔ねこう兵が倒れて海が
足に溜まったと。それを大将、まあ監督だよね、うん、が口で吸って膿を出してやったって言うんだよね。それを見てたお母さんが泣いたっていう話があるんだよ、はい、なんで泣いたかっていうとさ、もうこの子は帰ってこないって、この人のために命を捧げるだろうっていうぐらいの話がある、はい、やっぱそのぐらい選手って大事なんだけど、うん、そこら辺でなんかチームがバラバラにならなければいいなっていうふうに感じたのと、やっぱ上茶谷とか、はい、やっぱ一気に6点取られると試合にならんということ、うん、だからまだまだ DeNA の状態は上がってこないなっていうふうに感じた3連戦だったね。はい、はい、一応ね白星はついたんですけど、まあね、課題が、まあ、一応連敗は止まったんだけど ねまた2連敗ということでね、はい、また次どうなるかが、はい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 、次のカードが、はい、ヤクルト対中日、はいはい、6対4、4対3、4対3、うん、これはヤクルト3連勝です。お、はい、全部で5連勝で今5連勝中、ね、その中でオスナ、サンタナ、うん、山田、村上、はい、絶好調。そうですね、でチームの雰囲気状態最高だよ、はい、ね、見てて気持ちがいいというか、そうだよな、みんなの明るい楽しそうにやってるよね、うん、まあそれとオスナ、はい、2戦目なんかは逆転で勝ったというね、うん、マルティネス向こうの守護神だけど、はい、それから打ったというね、うん、でサンタナも今日ホームラン打ったしさ、今日なんか4本のホームランで勝ってるわけだから、はい、だからすごくバッティングも状態いいし、ピッチャーの状態やりくりもうまくいってるということで、うん、それでね高津監督の1年を終えて監督業としての慣れがあるね、うん、それはいい、うん、もちろんもちろん、はい、それで、はい、なんかね出すサインとかもやっぱ昨年とは全然変わってきてる、うん、だから面白いチームになってきてる。なるほど、うん、期待できるよね。はい、で一方中日一本出てれば逆になってた可能性もあるぐらいもったいない試合が多いんだよ、うん、この3連戦もスコアを見るとどれも僅差な、うん、まあ接戦だもん ね、 そうですね。だからそういう意味ではすごくもったいなかったね、うん、もったいない3連戦だけども、だけどヤクルトの状態は最高ということで、はい、ということでヤクルトは3連勝、3連勝、はい、もう5連勝中。そうです ね、 ね、はいはい、では次パリーグで、うん、はい、ロッテ対ソフトバンク、はいはい、2対3、うん、11対9、うん、8対5、うん、こちらロッテの 2勝1敗ですね、はいはい、まあ、ロッテからいくとさ、はい、3連勝できたんだよね、うん、でなぜかというとさ初戦の2対3のゲーム、はい、これ勝ってた試合なんだよね 2-1 で、うん、で増田が出てきてやられた。で増田って守護神なんだけど、はい、ソフトバンクにだけやられるんだよね、うん、だから非常にもったいないゲームで、落としたんだけど、はい、よくこれをショックとしないで次からまた連勝するという。でロッテの課題っていうのは点が取れなかった、はい、得点圏で打てなかったっていうところなんだけど、うん、もう11点8点ソフトバンクのピッチャー相手に取ってるということから考えると、はい、すごく昨年の課題を克服してるなという感じがした、うん、そうですね。だからこのまま行くし多分行くと思うし、今日は佐々木千早というピッチャーが抑えたんだよね最後、はいはい、松田に代わって松田も登板方になってるから、はい、佐々木千早が今年運持ってるわ。うん、やっぱこうリリーフで投げると勝ちがついたりだとかさ、あと抑えで起用されるとセーブを上げるとかさ、はい、だから佐々木千早がなんか投手陣のポイントを握るような気がするよね。うん、でソフトバンクの方は、はい、ソフトバンクらしくない13四死球とかさ、はい、11点、取られるとかさ13四死球で、はい、だから投手陣がちょっと落ち着いてないね。うん、昨年ほどは良くない。だからここら辺がちょっとこれから不安な面かなっていうふうに思われる3連戦だったね。なるほど、はい、はいはい、では次のカードいきます。はい、はい、楽天対西武、うん、はい、2対2、うん、2対1、うん、8対4、うん、楽天が2勝1分け、うん、はい、まあね西武も連敗してるんだけど、はい、でも涌井田中早川って投げられるとさ、うん、なかなかそうは簡単には勝たせてくれないよね、うん、はい、だから涌井と高橋コーナー、まあ、ここで勝ちたかったんだろうけども涌井も安定してるし、まあ、そう簡単にはいかなかったよね。はい、で楽天の方は
まあ枠がよく投げるのと、やっぱマー君が日本球界で100勝を挙げたという、はい、で 2-1 で勝った。ただ心配なのが68球で交代してるんだよね、うん、まだまだ投げれたと思うんだけど、はい、やっぱ怪我のことがまだちょっと心配なのかなっていう、うん、まあ、ちょっと不安があったんだけど、でもさすがだわ、やっぱ低めにね、あのスライダーをコントロールする、はい、あの力というのはやっぱ素晴らしいね、うん、それとホームラン打たれたのが前回ね、はい、高めのまっすぐなんだよ。でもそれを力んで投げたら高めに浮いてたんだけど、今回は力んで投げても低めに投げれる修正をしてた。やっぱ修正力って大事でしょ。うん、そうですね。いやだからこのピッチングを見た時に、あ、やっぱ勝てるピッチャーだなっていうのは納得した。なるほど、まあさすがだったよね。うん、で今日だけども早川が投げたと、はい、まあ、8対4でね、勝ったけど、まあ早川もやっぱ安定してるわ。うん、で今年の優勝を楽天にしてるんだけど、やっぱマー君と早川で、まあ、貯金10以上はするだろうなって、15ぐらいはするんじゃないかっていうような、うん、まあ、予想は立ててんだけど、はい、やっぱこの2人が勝ち出すとやっぱ楽天が安定してくるかなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、で西武の方はまあこのピッチ投手陣を考えると楽天のね、なかなかやっぱ点が取れない、まあ接戦になったら接戦になる、打ち合いになったら負けるというね、うん、今ちょっと一番西武は苦しい時期かな、うん、苦しい時だと思う、はい、やっぱ長打がないから、うん、なかなかね、はい、だから繋いでいくしかないけども、そういう意味では苦しい3連戦だったかなっていうふうに思うよね。はい、では最後のカード、はいはい、日本ハム対オリックス、はいはい、1対6、はい、5対3、はい、4対4、はい、1勝1敗1分け、はいはい、もう1勝1敗1分けだったら何やってたか分かんないような対戦なんだけどさ、そうですね、やっぱり山岡が投げたら山岡ピッシリってさ、うん、やっぱり山岡らしいピッチングがやっとできたなっていうような、はい、まあ、1戦目ね、はい、で日本ハムの方はやっぱ噂が投げた時は絶対勝ちたいということで、まあまあ勝ってくれたけどね、はい、ただ日本ハムの方は田中をね休ませたりだとか7番に入れたりだとかいろいろもう試行錯誤しながらちょっとやってるよね、はい、まあ、それだけチーム状態があんまり良くないということだよね、うんうん、で金子千尋もオリックス戦では先発するけども、はい、他で投げるときは中に入ったりするというね、うん、やっぱ先発だったら先発でちゃんと決めてやった方がいいのかなって思うけどね、はい、うん、でオリックスの方は徐々にだけどもやっぱチーム状態は良くなってるし、うん、戦う集団になってきてるというそんな感じがするよね、うん、だからいい選手がいるいい選手がいるっていうのみんなの評価なんだけど、はい、本当にこのチームがまとまりだしたら、あ、力はあるだろうなっていう風に感じるチームに変貌してきてる。だん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 ね、はい、はいはい、まあ、そういう3連戦だったよね、はいはい、ではその3連戦の総評はそのような感じで、うん、次のカード、はい、カードについて、うん、やっていくか、はい、はい、まあヤクルト巨人、はい、ぶつかるんだよセリーグではね、うん、はい、ヤクルトはね巨人のやっぱ失点がちょっとずつ増えてきたということ、うん、でヤクルトはバッティング状態がめちゃくちゃいいという、はい、いいということ、オスナ、サンタナが入り、うん、まあ、村上、山田、はい、こういうの調子がいいと、はい、まあ、そこで、まあ、巨人だよね、まあ、テームス、スモークが、スモークはね、ちょっと自打球の関係で、ちょっと遅れる可能性もあるけども、テームスが2試合連続か3試合連続か、ファームでホームラン打ってるんだよね。うん、でこれが打線に加わってくるということを考えると非常にこう楽しみな一戦になる、はい、だからここでヤクルトを止めとかないと本当に上位に食い込んでくるしさ、はい、まあ、巨人の嫌な相手になってくると思うよ、はい、うん、だから5連勝中のヤクルト、はい、巨人、まあどういう試合になるか楽しみだよ。そうですね、なんか予想がつかない部分もありますね、まあ、予想もつかないし、はい、ただ菅野が投げないということを考えると、はい、ある程度巨人は失点を覚悟しながら戦っていくしかないという、うん、でヤクルトは神宮で迎え撃つしね、そういう意味では神宮でポンポンホームランも出てるから、まあ、楽しみな一戦だよね、はいはい、で中日阪神、はい、うん、まあ大野とか
福谷が投げるんだよね、はい、阪神に対して、はい、だからここら辺のピッチャーを阪神打線がどう打つか、うん、これがやっぱ楽しみだよね、うんうん、で阪神の方は西とか青柳とか投げるから、はい、まあ投手戦になりそうな予想なんだよ、はい、でも投手戦になったらいい勝負になるけど、ちょっと打撃戦になったらやっぱ阪神有利というね、はいはい、だからどうあの中日の方は絶対にあの投手戦に持ち込まなきゃいけない、うん、まあ中日の本拠地でやるからホームランポンポン出るような球場じゃないしね、うん、だからこれは接戦が予想される3連戦になるね、はい、はい、で広島 DeNA、はい、DeNA 頑張れよ本当にただね広島がね、1番菊池で3番鈴木誠也ホームランポンポン出てる、4番西川本当に状態いいよ。だからこれは抑えるのは非常に難しいかもわからないけども、うん、まあ、そろそろやっぱ外とかオースティンとか爆発してほしいよね、うんうん、外国人がやっぱこう打たないと勝てないような状況になってるし、はい、DeNA の方は期待は両外国人で広島の方はそのジャイアンツ戦に調子良かった人たちが維持できてるかどうか、はい、まあ、そこら辺が見ものだね。うん、はい、はい、セリーグはそんな感じですか。そうだね、はい、では次パリーグ、はい、西武対ロッテ。西武対ロッテね、はい、今井とかが投げるんだよね。うん、うん、ロッテはね選球眼がいいバッターが多いのよ。だからここら辺でやっぱ制球を乱してフォアボールをたくさんロッテに与えるようなことになってくると、やっぱ西武の苦しさはもっとあのいっぱいになってくるということ、この3連戦も厳しいということになってくるよね、はい、でロッテはやっぱりバッティングの状態もいいし点の取り方もいいし、無駄なフォアボールを西武はロッテに与えないということ。でもロッテはその無駄なフォアボールを取るということだよね。まあここら辺がフォアボールっていうのがなんか鍵になってきそうな一戦だよね、これはね。はい、はい、はい、でオリックス楽天。うん、オリックス楽天ね、はい、まあ則本岸また投げると思うけども、オリックスは山本とか投げるよね、はいはい、だからやっぱ接戦が予想はされる、ここはね、うん、うん、接戦は予想されるけど、まあどうなんだろうな。オリックスが本当に成長してるとすれば、はい、楽天に勝ち越すと思うけどね、はい、うん、だからそこら辺、ね、オリックスにちょっと期待をしたいと思うけどね、はい、はい、そしてソフトバンク日本ハム、うん、はい、やっぱ本拠地に帰ってソフトバンク、まあ、日本ハムはきついからね、状態がやっぱ中田翔だよ、打たなきゃいけないのは、はい、日本ハムの方がね、はい、やっぱチームを牽引する、まあ、中田のチームだから中田翔がいかに頑張れるか、うん、ね、でソフトバンクの方はちょっと失点続きの投手陣を立て直せるかどうか、この3連戦で、はい、まあ、ここら辺がちょっと鍵を握るかなっていうふうに思ってる、はい、ね、ただ緊急事態宣言の関係でさ、そうですね、まあ、地方はさ、うん、なんていうの、お客さん入れてもいいらしいんだけど、だけど首都圏とか大阪とかね、はい、そういうところは無観客になるんでしょ、無観客にね。そうですね、無観客、そしてあとは日程の変更ということもあったりしますよね。日程の変更とかね、やっぱしっかりちゃんと調べていかないと、行ってもやってなかったみたいなところをことになりかねないからね、はい、だからまあそこら辺はよくファンの方は調べて行ってみてください、はい、それとここに来ての無観客っていうのはまた影響してきますね。やっぱね、ちょっと勝手がまた変わってくるよね、うん、ちょっと気がふっと抜けたりだとかさ、はい、やっぱファンのありがたみって、無観客で始まった昨年からやっぱファンって 大切だなって、ファンって力くれるなって思ったところからまたほっといなくなるわけだから、だからそのモチベーションをね高く、うん、はい、まあテレビでは必ず応援してくれてるはずだから、はい、だからそこら辺はモチベーションを下げないように頑張ってほしいと思います、うん、はい、また3連戦がね火曜日から始まるけど、はい、まあ楽しみだね、はい、はい、以上です、はい。